アンドレア・マンテーニャは、イタリアルネサンス期の画家、版画家。ゴシック期、ルネサンス期のイタリアの絵画は、年ごとに独自の発達を遂げ、シエナ派、ベネツィア派などと都市の名を冠して分類される。マンテーニャはパドバ派の代表格とみなされる画家である。1431年、パドバ近郊のイいゾラディ・カルトゥーロに生まれる。修行時代は、パドバの画家。 フランチェスコスクワルチオーネに支持した。マンテーニャは、画家やコポベリーニの娘と結婚しており、有名な画家兄弟のジェンティーレベリーニ及び、ジョバンニベリーニは、義兄帝にあたる。1450年、ロドビコ・ゴンザーガ校の招きで、マントバへ移り、1460年以降は、マントバ公ゴンザーガ家の宮廷画家として過ごす。また、 1471年以降1480年頃にかけて、ビュランで銅版を直接彫るエングレービングという銅版画を制作した。遠近法を駆使した厳格な画面構成、ゴツゴツした硬質な線描、彫刻的な人体把握など、イタリアルネサンスの画家たちの中でも異色の作風を示す。 マンテーニャが活動した15世紀後半にはすでに、油彩技法が普及しており、彼と同世代の画家で、儀形帝でもある、ジョバンニベリーにも、油彩画を描いているが、マンテーニャは、伝統的な画材であるテンペラをもっぱら用いた。ミラノのブレラ絵画館にある代表作、ヒセル・キリストは、十字架から下ろされたキリストが、両足の裏を、感謝の方へ向けて横たわる姿を、 短縮法を駆使して描写したものである。キリストの手足に残る釘の跡、変色した皮膚まで容赦なく描写する。この絵には、マンテーニャの写実への執念が感じられる。ありがとうございます。